はい、どうも、チワワナトです。今日もショートハウツーやっていきます。で、今日のトリックはバックサイドテールブラントになります。アプローチライン取りはバックサイド50やバックノーズと一緒なんですけど、少し違う点がありまして、重心は板の真上、センターに置いとくんですけど、少し腰、お尻をアイテムの方に出して、しっかりとノーズを奥に押し出せるようにします。バックノーズやバックサイド50といったトリックは、ノーズを外側に出すというようなことをしないので、あまり、左側に体重を乗せたりっていうのがなくて大丈夫なんですけど、このトリックは、板を反対側に出すようなトリックになるので、少しお尻と腰を出して準備を整えるような形になります。これでちょっと重心も左側に寄せて、頭や肩が、アイテム側に乗ってしまうと、ヒールがすっぽ抜けたりしてしまうので、重心というのはしっかり板の真上に置いとくようにしましょう。で、抜けなんですけど、少し、後ろ重心、テール系のトリックは少しだけ後ろ重心にアプローチしていって、若干バックノーズとかよりも斜めに飛んで大丈夫です。しっかりノーズを外側に出せる意識をしたいので、まずは左側に落ちるような失敗をしてみてください。で、左肩をぐーっと前肩を開いて、オーリーして、その際に腰はずーっと開かないようにしておきましょう。これ腰を開いてしまうと、もうメインスタンスに戻しづらくなってしまうので、腰はずーっと右斜めの方に向けとくようにして、肩だけ開いて板を真横にできるようにしましょう。そして抜けたらもう当てる前には体を閉じていって、ぐっと左足、前足を伸ばすような感じにします。で、この際に頭がアイテムよりも反対側に行ってしまうと左側に流れやすくなってしまうので、なるべくアイテムよりも内側、バックサイド側の方に頭や肩、重心っていうのを残しとくようにしましょう。足の上というよりはもうほぼテールのキックの方に上半身を持っていくような意識ですね。で、下半身は左側、アイテムの外側にぐーっと出すんですけど、上半身を右側にぐっと絞って、このねじれを作って板の流れや回転を止めるといったような感じになります。しっかりこの背筋が伸びて、頭と足がですね、一直線になるような形になると、すごい擦りやすくなります。なのでこのトリックもあまり、踏んでる方の足というよりは、反対側の足を意識して伸ばしてあげるといいかなと思います。で、当て方なんですけど、まあ、真上から当てるというよりは、よく言う横当てってやつですね。アイテムの側面を狙うようなイメージで当ててあげる。まあ、ブラントって呼ばれてるトリックは基本的にノーズがテールよりも上がってるようなトリックになるので、その形を作るためにはしっかり横を当てて、狙っていくっていうのが大事になります。まあ、そんなにこのトリックも難しい、技ではないので、ぜひ挑戦してもらって、慣れてきたらね、上半身を絞らないで、フェイキーアウト。で、そこから2セブンアウトといった、応用したトリックもやっていけるので、ぜひトライしてみてください。